カメアこんにちは、ルジャンです。ルジャンです。今日モトガ見てくれてありがとうございます。最近我跟文丹买房子，那买房子呢最重要的当然就是里面的装潢跟家具。やっぱね、家具選ぶのがすごい楽しみだよね。そう、そこはね難しいんですけど、今回は家具展覧会に行って、もうさまざまなね家具を見て、なんかいいのあったら買いたいなと思っております。所以我跟文丹呢今天就是要去在日本东京的家具展览会。イエーイ。私今回ソファ見るのが一番楽しみ。ねえ、ソファちょっと新しくしたいしね。やばい、リビングルームってあの雰囲気決まるのがソファだなと思って、いろいろ写真見てね。そうね、もうなんかリビングルームの顔とも言えるよね。然后还有厨房啊、寝室、卫浴间的家具应该都会有。そう、今回はねすごい大きい敷地の中で見ることができるんで、すごい量があると思うんですよね。それをね一つ一つ見るのがねすごい楽しみ。見るだけでもさ想像できない。こんな家具うちに置いたらこんな感じかみたいな、そういうの想像するのが俺結構好きなの。私もなんか二人の生活とかも想像しちゃうね。ね、久々のデートだ。イエーイ。今日はねすごい天気いいからさ。本当です、今日すごい天気いいです。いいドライブ日和です。着きました。我们两个找停车场找超久的，会场超大的。我们现在在的这一区是床垫区。すごい範囲だね。これだったらなんか見つけたいやつもあるかもしれない。我们拿到一张场内的地图，只要跟着这个场内地图走，就可以去想要去的区域。国内有名ブランドとかあって、すごいね品質が高そうなのがいっぱいありそうですね。楽しみ。ね。いや、ここら辺リビングソファー俺結構楽しみにしてるよ。哦，这个也是我真是最期待的。我跟文当现在睡的床是小双人床，那之后呢新房子我们两个就想要买大一点的床了。せめてダブルが欲しい。あとこれ入場してますっていう印になりますんで、来てる人はねみんなつけてます。我们现在看到的这个客厅小桌，文当超有兴趣的。こういう材質ってあまり傷つきにくいイメージがあって、こういう材質がいいんじゃないかなと思って。文丹他超喜欢这种大理石纹的，あとこういう大理石風なのが好きなの。さっきあの中国語言った。而且大家看这个桌子呢，下面这个立起来的部分是这种木纹的，也超漂亮的。あ、これ角もさ丸まってるからさ、ぶつけてもそこまで痛くないかも。子供ね。そうそうそう、まあルーちゃんもね。私はないよ。那因为接下来不方便录影的关系，我这里用旁白的方式跟大家做说明。他们里面的会场真的非常非常的大。那我们两个现在在的地方呢是餐桌区。那我们现在在的这个餐桌的桌上放了非常多块的色板，就是除了在展场的这个桌子之外呢，还可以做成这些色板颜色的桌子，可以配合大家自己喜欢不同的风格做出不同颜色的桌子，我觉得这个很贴心。那接下来呢是到了寝室区，寝室区呢我觉得超酷的，因为他们居然把羽毛工厂的人请到现场来，直接现场制作羽毛棉被给大家看。我觉得想到这一招的厂商真的非常非常的聪明，因为会来这种家具展览会的几乎都是一整个家庭过来，那小孩子看到这种在做东西的就会被吸引，那小孩子在那边围观，家长当然就是要在啊，所以这些业务就可以跟家长做介绍，我觉得太厉害了。然后大家看，就是有小朋友已经围在那里看了。然后呢，接下来我跟文当呢就要正式去我们两个之后想要的床垫区，因为文当最近的腰很不好的关系，就腰会痛，所以我们两个想说之后搬到新家一定要好好找一个很舒服跟适合我们自己身体的床垫，所以在床垫这一块花了蛮多时间的。那服务人员也是人超好的，让文当一块一块的躺，然后跟我们解释每一块床垫的机能性啊，还有他们是怎么这样配合人体的曲线做的，我觉得非常的细心，很有趣，而且知道很多自己以前不知道的品牌。大家看画面，服务人员在跟文当做说明，还给文当看就是床垫整个内里的构造。虽然我们当天没有购买，但是让我们知道很多品牌，回去之后呢，我们两个可以再自己做资料，自己讨论。然后接下来其实我们两个还很犹豫要不要买 Autoledo 的一个家具，但是最后我们两个没有买，就是在整个烦恼的过程真的烦恼超久的。好，这一块要结束了，我们要回家了。Hello， 大家，我们回家了。回家啦！
我跟文当呢，这一次从家具展览会回来，我们什么都没有买。でもいろいろ参考になった。やっぱりね、本当の部屋を見てからじゃないと、どのくらいのサイズ買ったらいいのかとか、あと壁の色とか、そこら辺とかね、いろいろ合わせないといけないと思ったんで、今回はね、ただ参考にするだけで終わりました。新築なので、大体の感じはわかるんですけど、実際はどうなのか全くわからないので、もし買って合わないと思ったらちょっと、やばいなと思って今回もったいないもんね。そう、でも今回行って良かったブランドとかも全部記録して、 そこから調べようと思ってます。うん、ちょっと今日ね、家具展覧会で結構いいのあったんですよ。アウトレット、そうアウトレットでなんか半額ぐらい、1万円ぐらいのが4万円になってて、あ、いいなと思ってたのがあったんですけど、そう、唯一引きつったのが材質が木なんですよ。リサイと色は全部好きなんですけど、でも木はちょっと、なんかもしこれから子供が生まれたら、ちょっとクレヨンで買ったら色がついちゃうのかなっていうのが心配なので、あとやっぱりちょっとセラミックが欲しいなと思うので、なんかすごいすごい考えて、あそこ考えること自体やったらもうやめた方がいいなと思うのでやめました。で、私と文壇は前テレビ見て、ちょうど芸能人が紹介してるおすすめの家具屋さんがあって、そのサイトも全部見てました。うん、結構ね、家具って見ると楽しいんだよね。楽しい、なんか想像しちゃうの未来。そうなんかテレビで見た時は、まあ高級とお手頃と、あとまあいろいろフランス系とかイタリア系とかでなんかいろいろ分けられてて、那果然大家最常听到的就是 Nitori 还有 IKEA 跟无印良品还有 Franfran。 一番ど真ん中にローヤっていうなんかサイトがあって、そこね、テレビ出た瞬間調べたらサイト落ちたんですよ。そう、なんかみんな全部入って全然見れなかった。そう、じゃあちょっとローヤのサイトをみんなに見せましょう。こういったね、ストーン調のテレビボードもいいなと思ったんだけど、これもね、実はね、木なのよ。強化紙、紙を貼ってるんですよ。だからこれも実質はもう木にセラミック調のやつを貼ってるだけ。だからまあ実際一緒よね、アウトレットと。こういう風にサイトで見ると風景と一緒にやってくれてるから結構イメージつきやすいんよ。あ、これうちのに似てるからこれいいなみたいな。かわいいね。結構わかりやすいの。そう、牢屋はね、ほんとね、好きなんですよ俺は。結構ね、牢屋はシンプルなものが多くて、でもシンプルの中に収納とか意外にね、こだわってる部分が多い。高い、安いの中間にいるんですよ、牢屋は。大家可以看看这个价钱，就是其实真的没有很贵。そう。で、然后那个节目里面一人介绍的家具品牌，我自己是更喜欢另外一个给大家看。サラグレス。对，他们的东西超级可爱，整个风格非常的优雅，非常的有欧式浪漫的感觉。見て、可愛いのよ本当に。あとここはね、写真の撮り方がすごい上手なんですよ。うまいんです。そう。まあこれは俺というよりルーちゃんの方が好きなんですよ。对，然后我们等一下镜子给大家看。見て鏡、おしゃれなんです、めちゃくちゃ。確かに。これはね、このシャンデリア。あ、对，文当喜欢文当喜欢他们家的灯。我们看他的灯，文当超喜欢他的灯的。そう。しかもね、そこまで高くないのよ。これ一個リビングにあったら、それだけですごいさ、輝きあるものになってさ、いいなと思ってんの。那这一家呢，它是有实体店铺的，所以其实可以节约店铺看。結構売り切れ商品が多くて悲しいんですよ。それほど売れてるってことだね。このブランドね、めちゃくちゃ可愛い、本当に。いや、女性が多分特に好きだと思う。これ見たら買いたくなっちゃうよね。買い占めたいです。あと今日思ったのが、やっぱり家具夢あるな。もう家具一つだけで雰囲気が本当変わります。ソファー一つでもね、まず革にするのか布にするのかから始まって、なんかもう無限大にあるんですよね。それをね、考えていくのが楽しいね。今までは全部布だったので、これから革もいいかなっていうのが考えてます。もうなんか何十年も使えるようないいものを一つ買ったらもういいんじゃないかなと思って。で、ベッドとかはその腰痛にすごくいいもの、そのマットレスを買いたいなと思っております。今日はめっちゃ探していいとこは一個あって、でももうちょっといろんなブランドを試したいなっていうのもあります。今回は行って何も買ってないんだけど、すごい勉強になりました。まあ収穫あったよね。まずブランドを知れたこと、あとなんかイメージも結構ついたし、だいたいこれがいくら買ってんの、相場も分かったの。なんかもし部屋が出来上がったら実際に行って買いたいと思います。まああとなんかね、店舗とかでインテリアコーディネーターつけてもらって。なんかいろいろね、設定してもらって、これなんどうですかとか言われて見てみたいのもあるね。そういうのもし買ったらまた落ち着いて、動画撮って皆さんにシェアしたいと思います。ね。
とりあえず新しい家行きたい。文旦最近毎日行ってます。早く引っ越ししたいなって。いや俺ね最近夢で見るの、あっちの家で住んでる夢を。夢見た？どんな夢だった？あのモデルルームで俺とルーちゃんが生活してるの。好啦，这支影片就这样子啊。今天看了很多家具，真的非常开心。希望我们两个到最后可以都买到适合的家具，然后有自己喜欢的风格的家。皆さんもね、家具のブランドいろいろ知ってるかと思いますんで、コメント欄で待ってます。教えてください。待ってます。好，那我们就下次影片再见，大家再见，拜拜。拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。